も2年3年で清掃ってやばいやつって意味だった気がする。あするけど、ノーノー、全然、あ、確かにそうかもしれないけど、否定はできないけど、なんていうか、バッチェラーは違うなんかリーゼ先輩とクレア先輩さんと清掃だもん。なんでセラーは入れてくれないんですか。セラーもちゃんと清掃エチツは何ですか。統合の後さ、韓国のキセラがどこ行った、みんな日本の方が増えたからかもしれませんね。これはありがたいわね、みんな。なんか前はめっちゃ半分だったの、マジで国が半分のリスナーさんがいらっしゃったの。そうで、東語の後はちょっとツイッチで韓国語を言う方向でいて、あれやってたらさ、なんか日本の方のリスナーさんは増えたのに韓国の方は11.9 になった。最近自分の言葉を韓国で翻訳しないからね。ごめんね、最近韓国語で翻訳しない理由は、翻訳、最近しない理由はね、統合した後、だから、なんかさ、ケアルがなくなったから、だから、実は、そんな理由なんかじゃないです。ただめんどくさ、あ、いや、いや、だって2回言うの、喉痛いし。でも、ケセラはオタクなんだから、私の言葉わかってくれるんだよ。そう、ケセラオタク、韓国のケセラオタクなんだから、私の言葉理解してくれるから助かる、ありがとう。で、理解、もし日本語わからない韓国のキセラがいらっしゃったら、ツイッチで韓国の配信するので、泣かないで。で、これを、翻訳して、ちょうだい。翻訳해줄게、귀찮아서。翻訳してあげるね。めんどくさくて。ねえ、そこで切るなその部分だけ切るな、悪魔の編集だ、あれ。待って。後ろの優しいの、優しい言葉の部分はどうした。また、ご飯と水少ない、通らないよね。いつも、切り抜き作ってくださってありがとうございます。手間、変わった。助かった。ご飯と水の話してたから言うんじゃないよ。なぜらパンマか。最近見てたらさ、36だったの。そ、これ、あれ見てショック。ショック受けて、ご飯をその日食べましたあれ見て、地球でお世話になってるママも一緒にショックで、ママとすぐご飯を食べましたご飯存分に食べたの。はい、今日はちゃんと食べました36キロのセナさんはあ、はい、最近37できました。37キロまで頑張りました。めでたいですね。えらい、ありがとうございます。あのね、私ね、地球でお世話になってる家族たちにね、夕ご飯全部残せず全部食べたときね、家族みんなに拍手もらったの。草。マジでママと弟は、おーおーって二人でマジ拍手して草。
って、こんなことで拍手もらうのかって正直思ったけど、でも褒めてくれたから嬉しかったの。あ、急に声を失った。そう、皆様が、偉いって、そう、拍手してくださって嬉しかったんです。ありがとう。ありがとうございます。